はい、皆さん毎度毎度、はい、毛染めのカップね、まあ、昔も作ったんだけど不安定でなんか使いにくかったんだよね。で今回こうやって作っ、まあ、しっかりした台にねびくともしないように取り付けて、まあ経過観察だね。まあ両側にゴムつけるとちょっと横幅がうるさいんだよね。ちょっとこれ横型じゃなくて縦型にしよう、結局ね。ね、何回もバラして組んでバラして組んで、やっぱね輪ゴムの置く場所が決まらないんだよね、うん、でだから両側つけたらどうかなと思ったけど、ちょっとやっぱりシミュレーションしてみると、うん、片側は使いにくいんだよね、取れないんだ結局ね。はい、度重なるね改造を得てね、まあこんな感じになったね。これはいらないかもしれないね、これはいらないかもしれない。とりあえずつけておくけど、まあいらないだろうな。2人で巻くときちょっと距離があるかな、まあ、こっちの方が取りやすいと思うんだよね。でここが肘に当たるとストレスなんだけど、その時はこうやって外せばいいだけの問題だからね。うん、まあこのぐらいが使いやすいかもしれない、これはいらないかもしれないね。でまあペーパーがもう少し斜めになってくれると取りやすいね。これがねこういう風にね、これもちょっとまた後で改造しようかね。で今回の面白いところはこっち側だね。ね、毛染めちょっと黒だから見えにくいけどね、まあ塗るときねちょっと毛染めが低かった今までね。だからこれでまあ外してね、洗ってね、こうやればね、うん、まあなんとなくいい感じでこれもできたね。ちょっと仕事するのが楽しくなったね。おっといいのか悪いのか分かんないけどね、うん、で細いの巻くときはね、まあこうなっちゃったら困っちゃうね。ああ